はいどうも、デデキノスでーす。ということで、ウルトラヒーローズエキスポニューイヤーフェスティバル2020行ってまいりました。イエーイ。ということでですね、本日が初日だったわけなんですけれども、行ってまいりましたよ。すごく楽しかった。めちゃめちゃ楽しかった。ということでですね、今回はそのウルトラヒーローズエキスポ2020の、まあ、ちょっと感想で喋っていければいいかななんて思います。で、まずね、一番に感じたことが、その昨年からの改善ポイントが、めちゃくちゃなんか良くなってる気がした。混雑の緩和のさせ方だとか、そのね、まあもちろんね、人混みになってね、こう混雑することはもちろんあるんだけれども、そのなんか避け方みたいなのが今回すごく上手くなってたような気がしましたね。去年からバトルステージと展示スペースが分けられるようになったんだけど、そこはね、いいんだけど、去年はそのバトルステージエリアにもちょこっと展示するところがあったの。で、そのちょこっとの展示も見たいじゃない。で、ちゃんと写真撮りたいじゃない。ただ、そのバトルステージを待っている30分だけしか見れない展示みたいな感じで、なんかすごくもどかしかったの、それが。だから、今回はそういうのも取っ払って、もう本当に、バトルステージの待ち列は待ち列だけ。もうそれが素晴らしいなと思いました。うん。ちょこっとね、その、何、柵になってて、向こうの展示スペースが若干見えるような仕掛けにはなってるんだけれども、その基本的にバトルステージのその待つエリアっていうのは本当にちゃんと列だけ、待つだけ。これすごく良かった。うん。で、まあ、その中でもね、その、お子さんとかね、僕らを飽きさせないように、その、なんかその作品のね、説明が書いてあったり、キャラクターの説明のパネルがあったりだとか、そういうのは貼ってあったりして、そういうのはあるんだけれども、劇中で使われた、そのプロップの展示とか、そういうのは一切なくなってました。すごくありがたい。で、劇中のプロップだとか、スーツの展示だとか、そういうのはすべて展示スペースに、こう、集約されてた。ちゃんと分けられた。これすごく今回嬉しかった。これまずすごいね、改善ポイントとして素晴らしいなと思いました。で、初日ね、1時入場規制とかもかかって、混雑がね、あんま広くならないようにもこうなってたし、本当にね、この昨年からのその反省点っていうんですかね、そういうのを活かされて、今回めちゃくちゃいいエキスポになってたと思いました。はい。で、展示なんかも結構ね、ある程度広めに、こう、スペースを取られていて、まあ、もちろん、ウルトラマンフェスティバルね、池袋で行われているウルフェスに比べれば、スーツの展示だとか、そういうね、大規模な展示っていうのは少ないんだけれども、質が良かった。うん、質で攻めてたね。とにかく、劇中で、ほんと本編で使われた怪獣たちのスーツだけが飾ってあって、数はそんなに多くないんだけど、その本当、クオリティの高いテレビで登場した怪獣たちのスーツをね、こういっぱい見れるから、すごく良かったし、なおかつ、そこまで展示量っていうのは多くないから、ちゃんとスペースも確保されてて、歩きやすかったし、写真も撮りやすかったし、めちゃくちゃ良かった。本当にね、今回いろいろと考えられてるなって思いました。うん。なのでね、すごくね、おすすめです。で、展示なんだけれどもね、ニュージェネレーションウルトラマンたちのゾーンがあって、そこでね、怪獣とニュージェネウルトラマンが戦ってる展示がこういっぱいあったの。例えば、銀河ストリームとビクトリーナイトとルギエルが戦ってる展示だとか、あと、X ベータスパークアーマーとゴグアントラが戦ってるみたいなね、こういうのがいっぱいあったんだけれども、ちょっと、高めに設置されてたの。だから、煽りアングルで撮りやすいの。これめちゃくちゃいいよね。オタクとすればね、これは嬉しいです。やっぱり、煽って撮りたいじゃない。ね。やっぱヒーロー、怪獣は煽ってなんぼ？やっぱ上から見上げてなんぼってだと思うんですよ。そういうアングルで撮りやすかった。で、もう、劇中の、ほんと本編で使われたクオリティの高い怪獣とウルトラマンのスーツを、煽りアングルで自分の好きな角度から、こう、自在に撮れるっていうのはね、なかなか楽しいものがありましたね。うん、今回ほんと展示っていうのは、ほんと多くはないんだけれども、めちゃくちゃ満足させてくれるような仕掛けがたくさんあって、今回僕、めちゃくちゃ楽しかったですね。はい。そして、ウルトラライブステージなんですけれども、工藤博之役の、井上さんと、そして、ウルトラマントレギア、桐崎役の、七瀬光さんと、そして、初日はですね、ウルトラマンロストウィンダーと、克実役の、平田さんがね、出演されていて、いやー、かっこよかった。かっこ
濃かった。やっぱね、役者さんってすごいなって思いました。本当、七瀬さんもかっこよかったし、トレギア、キイサキめちゃくちゃかっこよかったし、ひろゆきくんはやっぱバディボー変身するシーンはやっぱスイッチがこうガラッとこう入るというか、やっぱヒーローの変身ってかっこいいなって思いました。で、ウルトラマンもね、たくさん出てきたわけですよ。今回もっとどんなウルトラマンが登場したとかは、まあ、あえてあんま深くは言わないけれども、結構いろんなウルトラマンが登場したし、ニュージャガだけじゃなかったんですよ。結構いろんなウルトラマン出てきたんですよ。で、めちゃくちゃかっこよかった。本当に、ウルトラの良さがギュッと詰まってたなっていう印象がありました。ウルトラマンがなぜ戦うのかみたいなところが、そのライブステージにこうギュッと収まっていて、ああ、本当ウルトラマンのいいところがギュッと詰まってたなっていう印象がありました。なので、ぜひぜひ行ける方はですね、行ってみてください。はい、という感じでですね、短くなってしまいましたが、ウルトラヒーローズエキスポニューイヤーフェスティバル2020ということで、感想はこんな感じでございました。1月の5日まででしたっけ、開催ですので、東京ドームシティプリズムホールで開催しておりますので、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。ほんと劇中の、特にタッコングだとか、ね、ああいう怪獣たちが生で間近で見れるっていうのはめちゃくちゃ、レアだと思うので、ぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか。すごく僕は楽しかったです。明日は、その、ウルトラヒドゼキスポで買ってきた最後の、2019年最後の散財をね、動画にしたいななんて思っておりますので、もしよろしければご覧ください。お楽しみに、ということで、いただけたチャンネルのデレケラスでございました。それでは、バイバーイ。We'll be right back.